ゆで DB をご覧さん、どうも。夜空を見上げてごらん、あの黒光りする汚い星がガシオペアザ、ゆでりでございますってことでね。9月といえば月見っていうことで、このゆで DB を見てるてめえたちはさっそうとマックへと駆け出して、月見バーガーにむしゃぶりついてるやつもいるんじゃねえのっていう話なんだけど、そんな月見をするロマンすらも感じられなくなってしまった民度の低いガーシーファンのおじおばたちは、黒光りするガシオペア座を見ようと朝から肉体労働が待ってるにもかかわらず、深夜まで夜更かしして、望遠鏡じゃなくて老眼鏡でゴミだらけのスマホ画面という名の星空の天体観測をしてんじゃねえのっていう話だね。そしてそんな小汚く黒光りするガシオペア座の方角から、またしても香ばしい流れ星をこの U20 は観測しちゃったよねっていう話だから、今またタイミングで動画撮らせてもらってますっていう話なんだけど、令和の虎チャンネルにもメインで出演してて、最近ではレペゼンフォックスの DJ 社長と積極的にコラボしてて、勢いづいてる竹野内社長なんだけど、ここに来て大嫌いなガシーをはめようと自ら嘘のスキャンダルをリークしたところ、早々にガシーにバレてブチ切られて大炎上してしまっていると、いうことでね、まさかの令和の虎大敗北かっていう展開に、この阪神タイガースの本拠地甲子園出身で、なおかつタトゥーにも虎を入れるぐらい、虎とは関わりの深すぎる、この U20 が竹内社長の敵討ちを知らなきゃいけないよねっていう話だからね、まあ、この NTV 撮ってるよねっていう話だよね。竹内社長は、もともとガーシーのことがかなり嫌いらしくて、その理由としては、これ多分 BTS 詐欺の件だと思うんだけど、若い女の子たちからなけなしのお金を巻き上げて逃亡したからと。そんなガーシーが今オンラインサロンでやってるような暴露って、ほとんど垂れ込み情報を鵜呑みにしてるだけで、実際まともに裏取りしてない情報をベラベラ喋ってるんじゃないかと。そう勘ぐって、竹内社長は自らが未成年の女の子とパパ活をしてるっていうような嘘の情報を、その相手方の女の子を偽装したアカウントからガーシーに送ったらしいんだよね。ただどういうわけか、その竹内社長を裏切ったのか、竹内社長が嘘情報でガーシーをはめ落としてるっていう、そんなリークが先にガーシーの元に届いちゃってて、見事にガーシーはオンラインサロンの配信中に竹内社長と電話して、安定のやからムーブを見せつけてしまったいうことで、いや、てめえはめられかけたらブチ切れるとか、昔のファミコンぐらい単純構造の頭してんじゃねえよっていう話だよね。そしてそこからは、ガーシーと竹内社長で、まるでラップバトルかっていうような言い合いが始まって、ただ感情的に切れ散らかすガーシーとは裏腹に、竹内社長は終始冷静なトーンで、無断転載されたそのやりとりを、この U20 は YouTube で聞いたんだけど、その二人の対比と、全く噛み合ってない会話が、実に香ばしくてたまんなかったよねっていう話だよね。その二人のあまりにも香ばしいバトルを聞いた結果、この甲子園の虎の意味を持つ U20 が下したジャッジとしては、どっちもどっちですね。っていうのも、それはなんでかっていうと、ガーシーをはめるのに失敗して、今まさにガーシーファンたちから盛大に燃やされている竹内社長なんだけど、確かに今回、ガーシーに流した垂れ込みを嘘情報だとリークされてる時点で、そもそも爪が甘いよねっていう話だし、嘘情報を流すにしても、その内容が未成年とのパパ活っていうのは、さすがにちょっと下水よねっていう話だよね。まあただ、今回のバトルがあったことで、ガーシーの論破力だったり、口喧嘩における戦闘力は、限りなく低いことが証明されたよねっていう話だし、もし直接対決したとしたら、ちょっと前にバトってたひろゆき氏も当たり前に勝てるはずがないし、この U20 にも絶対に口で勝つことはできないよねっていう話だよね。そして、今回竹内社長の嘘を見破ったっていうことで、ガーシー本人はもちろん、頭の出来と民度が最低限な、ガーシーファンのおじおばたちも、歓喜の雄たけびを上げちゃってるよねっていう話なんだけど、いや、てめえたちこんなことで一喜一憂してるから、バカだって俺が言ってんのがわかんねえのかっていう話だよね。今回のことをきっかけにガーシーは、俺はいつも言ってるけど竹内社長やなくて、周りの取り巻きから攻めていくからな、令和の虎の化けの皮剥がしたるか覚悟しときやとか言っちゃってんだけど、俺の予想では、今回の竹内社長が、ガーシーをはめ落としたけどリークされたっていうこと自体がトラップだと思ってて、
こうされたらこうするみたいなファミコン並みの単純行動しかできないガーシーは、おそらく今血眼になって令和の虎関連の荒探しをしようとしてるんだけど、その中には当たり前に第二第三のトラップが仕掛けられてんじゃねえのっていう話だし、そんな本ちゃんのトラップにすら気づかずにどでかい地雷をガーシーが踏んでしまいそうで、このユーテンティは今からワクワクが止まんないよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、ガーシーさん音声は中曽根議員が不倫してるんじゃないかっていう話をガーシーがして、何の証拠にもなんない複数人で飲んでる写真を証拠みたいな感じで出しただけで、すごいガーシーは政治家として公約を守ってくれてるみたいな頭の湧いたコメントをツイッターとかに残して、デジタルタトゥーという名の恥さらしを現在進行形でしちゃってるよねっていう話なんだけど、ガーシーの検索ワードで再生が取れて、なおかつアホなお嬢場がこの U20 の動画にクソコメを残して楽しい楽しい論破企画動画を作れる限り、この U20 は今後もガーシーを取り上げていくよねっていう話だし、汚れたスマホで薄汚いガシオペアザを見るよりも、このあまりに美しいご尊顔を拝む方がてめえたちは幸せになれることをこの U10T が保証してやるよねっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、月見バーガーの汁のシミがついちまうようなペラルタの服は今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画またゼロタッチまたと思います。それでまたネクスト U10TV でお会いしましょう。 See you! システム変えて状況 on the my way。Hold on, hold on, 矛盾と書いて歓迎だろう。醸し出す売国のフレーバーなんでだろう。夢の超特急で特はまで超高。地獄への逃亡。脳みそ見るとじゃあもう目の Have you been? イチャラソウプッシー開いてビッビン。キムチ群がる黄金の国ジパン。無駄な挑戦フルボッコで無言のダウン。恵まれない坊ちゃんがチャリティー根源。文句だけはゴリパテも他力本軍。震災の影響で全国会再シャッフル。お前の顔よりは見たいやのこのファイナップル。化け放題どこも変だよ日本人。正義ずらしたハゲなら Fuck the bullshit。 操作されたラッパーこぞってまとまつぞ。せーので消えろゲームパスタトミーボン。気づかずに失って何もかも奪われて祈りも届かない。 Let's go away now。 こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ痛みと希望も抱いて。 Stop system 解決状況 on the my way。 気づかずに失って何もかも奪われて届かない。 Let's go away now。 こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ痛みと希望も抱いて。 Stop system 解決状況 on the my way。